本愛太郎チャンネルの愛太郎でございます。はい、それと今回ライフブースト松口さんに来ていただきました。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日も教えて松口さんということで、月に1回ぐらい訪れるこのスペシャルコーナー今日ちょっと質問でも多くあった、ロビングをテーマになるほどやっていこうかなと。ロビングですね。なんといっても松口さんのあのシュートボールの鋭さがある中でのあの同じフォームから繰り出されるね、はい、鋭いロブっていうのを皆さんにねちょっと伝授していただきたい。ぜひぜひ。まあ自分自身もね、あのシュートボール実はロビングの方が好きなんです。あ、そうなんですか。ロビングの方が好き。ロビングの方がでも厄介ですね。あんなシュートボール持ってるのにロビングの方が得意ってロビングで相手走らすのね、ちょっと面白い。じゃあ今日は早速あの教えていただきましょう。はい、お願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあ早速やっていきましょう。レッツゴー、愛太郎チャンネル。はい、じゃあ早速お願いします。お願いします。まずどういう展開のロブをやりましょう今日は。そうですね、まあまずはクロス展開から、はい、ストレート方向に行くロブが結構一番難しいし一番有効弾になるかもしれないですね。まあほとんど右利きの人が多いのでやっぱ右利きの人を左側に走らすですね、はいはい、まあ自分から見て右側に走らすっていうことはやっぱ相手バックになりますので、はい、で自分たちは全部フォアで待てるという、はい、まあクロスかストレートまあセオリー、はい、でここ1個と、あとは、まあ、眼光陣で戦う時の後衛の人ということでやっぱり前衛がレシーブを打って相手の後衛サーブ、前衛レシーブ、前衛レシーブで自分がまあ自分の前衛がレシーブやるときに待っているスタンで、はい、まあ、センターを割られるんですね、はい、相手の3球目攻撃が来た、ね、時の返しと。そうですね、返しで、まあ、そこからロビングもそうですし、はい、そこから繰り出すボール、ここをやっぱストレート簡単に取られないようにするっていうこと、はい、やっぱこのポイントっていうのは大体セットポイント、うん、自分たちが取ってる、相手が取ってるっていう状況なので結構大事なポイントですね、まあ、そうですね、ここをやっぱりクリアしていくと自分たちが優位に働くと、でやっぱここを回避するのにロビングっていうのは有効になってくるかなということで、はい、この2つやっていきたいなというふうに思います。了解します、はい、お願いします。お願いします。じゃあまずクロスからストレートロブ。そうですね、はい。愛太郎チャンネル。手投げなのでちょっと臨場感出ないかもしれないけど入ってて自分が大体ゴミ放射の中に入ってます。はい、今クロスからのストレートロブを打ってもらったんですけれども、はい、入り方結構見てたんですけどやっぱ中に入ってくるときクロス打ちそうな感じですもんね。こうそうですね、やっぱクロスの方向に向いてこうどうしてもストレート方向向いて打つのももちろんこれでもいいんですけど、はい、クロス方向にこう一回行くような形作ってボールがこう自分の体の中に入ってくるようなイメージですね、はい、自分の肩をこうやって入れるわけじゃないですけど、ボールがこうやって体を少し左足も入っていくと、はい、自分の打ちやすい右側の方にこう引きつけられるので、はい、で少しでも相手をこう走らせるように、はい、こっち側にこれどうしてもこう前で打とうとするとコートの中に中に入ってたんで、ね、叩かれるし後衛にも簡単に回り込まれるしということですね、はい、なのでなるべくこう引きつけて、まあ、イメージとしては自分のこう打点いつもここでクロス打っているとしたら、はい、こう自分の本当右肩の前までこう引きつけてあげるイメージで上げてあげるとボールが上がって、はい、しかも高さをつけなきゃいけないので、はい、あんまり前足に乗ると高さつかないです、はい、しかし後ろに足に体重乗っけると体重がかかる。ロビングは基本的には後ろ足に体重が乗っかってる方が高さがつくの でこれが一番右足1本だと一番高いところに天付きロブっていう、はいはいはい、天井ロブってポンってこう上げるときは右足にこう乗る、はい、両足つけてこうラリー中なのでそこまでできないですから、ここから少し自分の右足を少し残しつけて残しつつ、そうそう、上げたい。もちろんこれが上級になってくれば左足のところでそれをやるとか駆け引きですね、前に行きながらピュッて打ったりとかでわざと前でそれができるようになったりとかっていうのはもっと上級になったところの話かもしれないですけど、ね、まずは引きつけて自分で右方向にことをできるところからちょっとずつ前でも打てるようになってくると相手は分かりにくいですね。愛太郎チャンネル。じゃあ続きまして、はい、3球目攻撃からのロブということで、はいはい、どっちかというと若干回り込み気味になるんですかね。大体センター来ますもんね、はいはい、でそこをちょっとやっていきたいと思います。お願いします。イメージとしてはここにこういう感じと
あゆ太郎チャンネル。はい、ということで、はい、今回り込み気味と、はい、まあ、最後の方ちょっとこっちも打ってもらったんですけど、はい、これのポイントとかって何かあるんですか？そうですね、やっぱりこのストレート方向はまず取られやすいので、ただクロスにロビングだってこうちょっと向いちゃうと分かっちゃいますね、はい、なるべくラケットが相手にこう、まあ、自分の声で相手の手に対してこうドブラーっていうじゃなくて、やっぱストレート方向に打つようなこの雰囲気からラケットが出ていく、はい、ラケットの角度だけでこっちに飛ばすっていう、はい、でボールにすごく回転かけたいので、やっぱ後ろから前に行く動作が大きいと距離出ちゃうんですよ、はい、当たりすぎちゃう、はい、なんでボールの当てるところとしては少しこう、なんですか、少しこう、ね、薄く、はい、厚く当てるんじゃないですか、ちょっと薄く内側から外側に抜けていくような当て方で、ボールのこっちですね、ここを叩くと右回転、カーブ回転、はいはい、そうすると落ちた後も外に逃げて、めちゃくちゃ遠かったっすね。そうでしょ、バウンドした後だからこっちにキックしていくというか、相手からしたらそれがシュート回転かドライブ回転かっていうのあんまり意識してないと思うんですよ、はいはいはい、でもそれが、まあ、今日なんか特にこういう風なので、はい、風に乗ってしかもドライブ回転かかって落ちたらそのまたさらに風に乗ってもいくみたいな、シュートボール打つより全然有効ですね。コートもすごく外に組んでオープンスペースが次あるだから、で特にただ自分の前には少しわざと外側に打ってもらって、なんならセンター打ってもらって、でそこからまあ、そこはストレート打たれても自分の方に必ず外からだって寄ってくるので、うん、あんまり急いでいかないんです。だから、はい、まあ、一回ポジションをチェンジしてですね、前がレシーブ打って相手が打つときにはポジションちょっと中に立って、うん、そこからラケットが内側から出ていくようなイメージが内側になってると、ちょっと相手が立つっていうのが大前提ですね。はい、ありがとうございます。あゆ太郎チャンネル、まあ、今回この2種類のロブをやってもらったんですけれども、はい、まあ、その他いろいろ多分ロビングってあると思うんですよ、はい、この、まあ、こっちの逆クロスからストレートとか、うん、まあ、逆クロスにロブとかあると思うんで、まあ、その辺細かいことをもっと学びたいよって方はね、ライフブーストさんのスクール概要欄貼っておきますので、はい、そちらに来てください、入団していただいて入団読売巨人みたいな団員になってもらって、団員、はい、よろしくお願いします、はいはい、あと定期的に僕らいろんな県地方とかいろいろ行くことがあるんで、まあ、もし僕らに来てほしいよって方いたらね、まあ、ライフブーストさんの方にメッセージいただければ、はいはい、まあ、もちろん松木さんだけでも、結構いろんなとこ行ってるので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします、お願いします、はい、ちなみにですね、はい、10月にはもう大分が、はい、大分に行くことが決定しておりますので、オファーいただいて、はい、ありがとうございます、このコンビで、このコンビで行きます、また、はい、この間のね、香川、香川県も行ってきて、ね、はい、基本的に今技術講習をした後に、はい、まあ、なんか楽しく YouTube 撮影とか、まあ、ちょっとバラエティ要素のあるソフトテニスを楽しもうということで、まあ、分けてやっております、ぜひぜひよろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、ということで今回はロブで相手を崩せというテーマでやりました。で今回非常に大事な技術だと思いますので、皆さんぜひ真似してください。今日はありがとうございました、ありがとうございました。ということで、この動画がいいなと思ったらグッドボタンをします。この動画がそんなにくらいなと思ったらグッドボタンをします。そこで次回の動画でまたお会いしましょう。バイナー。指導、企画、バラエティ、ソフトテニスの全てを詰め込んだ YouTuber、あゆ太郎。その一球に込められた熱き思いは人々をテニスコートへ駆り立てた。